はい、皆さんこんにちは。中日韓国文化院 K-POP ダンス教室のキム・ヨンミンです。今日はストレイキッズのソリ君、サビのところをレクチャーします。それでは一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。ソリ君、はい、それではゆっくりカウントでいきます。サビが7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5で立ちます。5 6でビート大きく回す。6 7 8で両足前見ながら、1ってゆっくり回します。ちょっと軽くゆっくり説明しながらもう一回いきます。1円の時にかかとと一緒に1 2 3 4 5、右手で頭を叩く感じです。ちょっとバランス取るの難しいんですけど、バランス取って3 4 5 6 7 8 1 2が肩です。肩、膝、6 6 6 6、立ちます。6 7 8で、手がこう小さくならないように大きく回して、自分のお腹をこうやって手をつけましょう。はい、ここまでです。それではゆっくり音でやってみましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8。はい、それでは原曲でやってみましょう。はい、ここまでです。それではゆっくりカウントでいきます。1終わったら、手がポイントなんですけど、こういうふうに人差し指と小指だけ伸ばして、親指で2本こうやって丸く作ります。手首をちょっと曲げます。曲げてこういうふうに1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8で左膝曲げて7 8 1 2で前向きます。足開くんですけど、また左手だけ先と同じ手の形をして1 2 3 4 5 6 7 8なんですけど、左手を上げるときに顔も下見て前見て、下見て前見ます。カウントが1 2 3 4 5 6 7 8で右足5、右手で肩払います。5 6 7 8、それだけです。ダダダダって音あるので、音聞いてやってみましょう。はい、ここまでです。それではゆっくり音でやってみましょう。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。 はい、ここまでです。それでは原曲でやってみましょう。はい、ここまでです。はい、それでは今日レクチャーしたところ、最初から最後まで原曲でやってみましょう。
い、皆さんお疲れ様です。サビのところすごい難しかったんですよね。こうやっぱり片足でこうバランス取ったりするところが多いので、すごいこう体幹の筋トレにもなると思います。なのでお家でたくさん練習してみてください。動画もたくさん見てください。それでは今日もお疲れ様でした。また会いましょう。Back it, 초창도 따라오지 못해 여기는 팬들 들어봐 질투가 전부야.